あ、でもこうやって一緒に集結したらツンドラさんとモニカちゃん全然違うね。個人的にはモニカちゃん派やな。気づいた。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月19日、日曜日の午後6時11分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナ島に、ツンドラさんという方が新しく引っ越してこられました。ようこそ、ツンドラさん。住民一同、新しい仲間を歓迎いたします。お、来たよ、来たよ。ちゃんと私が招いた子。では、今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。橋もできたよね、多分。よし。昨日ね、結構稼いだんよ、今までよりは。お、半妙がおる、あそこに。それがすごい、てか水の流れる音聞こえん、めっちゃ。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、49,952 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、てことで。さあ、買ったやつをね、とりあえず、また置いていかねば。確かあれよね、観光望遠鏡やったっけ？なんか忘れたけど、そんな感じの。ちょ、待って、もう一個。ハッピーホームアカデミー。54,801 ポイント。おー、ランク S やったー。おめでとうございます。てか、ランク A とかじゃないよね。S があるんや。あそこので、水出しっぱなしやん。今回、お家の評価2万点を達成されましたので、記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー。え、はるかに上回っとるやん、3万ポイントも。やば。やったねー。ってことで、とりあえず、違う。この二つが観光望遠鏡やろ？あ、これね、捕まえたんよ。動画外で、与那国さん。これ寄贈してなかったけんね。アカデミーの銅の盾やって。へぇ、いいね、いいね。え、どういう感じ？あ、これ違うね。壁に飾る系か。なんで水出しっぱなし？え、てか、半身はどこ行った？おらんくなった？つら、お金が。私のお金がいなく。まあ、じゃあ、とりあえず、観光望遠鏡を設置しますか。どの辺に設置しよう。こっち、いや、こっち。この辺にしとこっか。ってことで、観光望遠鏡。おー、いいね、いいね、なんか。いいね、いいね。で、ここにも観光望遠鏡。ふぅ、よくない？んで、なんか置きたいものがいろいろと風船から降ってきて、ワイルドな丸太のベンチ、この辺ちょっと、キャンプ場の方に置こうかなと。あ、ん？落とし物や。久々、熱盛さ、あんまり落とし物ないことない？ねえ、なんか飛び盛りって、めっちゃみんないろんなもの落としよったのに、お、早速こっちに渡ってきとるやん、アンチョビー。とりあえずこっちの方、キャンプ場結構充実してきたね。だいぶ充実してきたね。ってことで、ここに、あ、ちょっと待って、こっち向きにした方がいいんかな。多分、座るのとか、あ、向きないんかな、もしかして。これで、あれ？あ、ないね、向き。別にどっちからでもいけたわ。うん。まあ、こんな感じで。もっと違う方向にした方がいい。まあ、いっか。それじゃあ。あ、てか、ヤシの木、ちゃんとできたね。生えたね。やったやった。メッセージボトルとかは落ちてないかしら。あ、またしても。なんか風船もさ、あつ森って結構流れてくるよね。ちょっと待って、もうちょい後ろやね。この辺で待っとく。来い来い来い。ちょっと見えんのやけど。見えんのやけど。この辺か。よし、来たー。さあ、中身は。なんか定期的にお金も入っとるけんね。ラッキーって感じ。非常口。なるほど。あの、緑のランプのやつやね、多分。ほんとなんかいろんなものが入っとるけん。めっちゃ楽しいんやけど。はい、今回の。レシピは？どこかの誰かさんへ。昨日島の中を散歩しながら DIY に材料を集めたら素敵なレシピを思いついたんだ。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。
他の子にも教えていいからね。職人のはじめより。はじめ。はじめって誰やっけ？アリクエみたいなやつ？ダンボールベッド。ダンボールベッド。なるほど。あ、そうよ。キャンプ場私まだ置きたいものあったんよね。何？ウッドラグやっけ？か何かを置きたいと思いまして。この辺にしよっか。こっちの方がいいかな。丸太のガーデンベッドや。うん、この辺に。まあ、ここで、川のせせらぎを聞きながら。まあ、なんか近くに滝があるけん、せせらぎどころじゃないけど。そういう感じ。洗濯桶。洗濯桶どうしよっかな。なんかちょっと、川の近くとかに置いとこっか。誰かがここで洗濯をしています的な感じで。あ、なに？おーい、やゆな。こっちだよ、こっち。へへ、面白いリアクションがあるから、おめえに見せようと思ってな。お。とまあ、これだけなんだけどな。それはなんていう仕草だ。俺はグイグイ茂みに行きたいときに、この、え？を使ったりしてる感じかな。覚えてて損はないと思うぜ、手ごわす。ほうほう。これは枠が増えるの？え？なリアクション教えてもらった。なになに？表情。いいね。え、どういう感じになった？ん？増えたんかな？ちょっとよくわからない。増えたのかもしれない。それじゃあちょっと洗濯桶を。この辺とかに置いとく？洗濯桶。まあ、マミーさんとかが使ってるかもしれない。あとは別に。あ、芝刈り機。芝刈り機どうしよっかな。あっちの、アンチュビの家んとこにでも置いとく？この辺全体的にそういう感じかなーって思っとるけん。じゃあちょっと、この辺りに芝刈り機置いとくわ。ちょっと、しまってる感出して。ね。良きかな、良きかな。あとは別に、ないかな。ということなので、ちょっと落とし物の主を探そう。とりあえずこっちに、誰だ？ルーシーと、あ、おったおった。アイナさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは風の噂で聞いてましたよ。風の噂。なかなかお話できなくって、ちょっと寂しかったですよ。なるほど、座ってたら、選択肢が出てこないのね。あ、これ。噴水の周り、チューリップで囲んだ、あの丘の上からね、チューリップをせっせと下ろしてきたよ、私は。あ、桜島ヤッホー。よう、元気か、でごわす。落とし物してない？どれどれ、見せてみな。でごわす。これこれ。俺のじゃねえな。こういうのって、ハンナとかが持ってそうじゃないか？ってこわす。ハンナちゃん。なんかそういう、あいつじゃねみたいなこと言ってくれるんよね。家おる？あ、おるおる。あ、なんかすごい。ね、カーテンとか見えるよ、ちゃんと。あ、隣のルーシーの家はカーテンしまっとった。出かけとったらしまっとんやね。あれ？なんか初めて入ったけど、ハンナちゃんの家の中、ポップだね。え、結構さ、ワイルドな感じとかに、パンクな感じとかになっとんかと思ったのにさ、めっちゃポップじゃない？どうした？どうした？いらっしゃい、くつろいでっておくれたってね。これ拾ったんだけど、落とし物？ちょっと見せておくれたってね。これこれ。あ、これうちのポーチじゃないか。あ、ちゃんと、把握しとんやね、桜島。わざわざ届けてくれてありがとね。あ、そうだ。ん？服？ワークエプロンだよ。もっといいのがあればよかったんだけど、今回許しとくれ、だってね。ワークエプロン。なんだ、ワークエプロンって。すごい！こことかで使いよったんかな、ハンナちゃん。え、かわいい、かわいい。ちょ、待って、帽子外そうじゃ。え、めっちゃ可愛くない？いいね、いいね、いいね。気に入ったよ。よし、それじゃあ。
橋の完成を祝いましょう。あ、新しい順にちゃんと来とったね。ツンドロさんの家にも向かわなければ。ダンボール定期的にある。そして定期的に売りさばく。やっほー、たぬきち。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも？セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら新しい橋の完成をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろも？参加してくれるかな？します。はいはい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内します。あと橋が必要なとこあったかな？おー、全員集合。あ、ツンドロさんも来とる。それでは、ただいまより橋の完成セレモニーを取り行います。イエーイ。ありがったなも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだなも。あ、でもこうやって一緒に集結したらツンドラさんとモニカちゃん全然違うね。個人的にはモニカちゃん派やな。この調子でどんどん島を盛り上げていってほしいだなも。かわいい。次に橋の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだなも。やったね。もうなんかめっちゃさ、自分が建てました感半端なくない？この見た目的に。ね、絶対なんかトンカントンカンやっとるよね、本人が。と、記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。橋完成のお祝いと僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。イエーイ。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りくださいな、お帰りください。さてことで、まだ一箇所、こっちかな。この辺、こっちに渡るための橋が欲しいけど、橋は多分斜めにはかけれんのよ。え、かけれるんかな？ちょ、待って、とりあえず。あ、ツンドラさんの家可愛くない？え、めっちゃなんか素朴な感じで好き。素朴な感じよき。ちょっと待って。橋をかける、橋を。たぬきちや、新たな橋の相談を。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのもん？インフラ整備の相談を。インフラ整備の相談だもんね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だのもん？橋や坂の相談。橋や坂についての相談ね。どういった相談だのもん？橋を架けたい。お、新しい橋が欲しいのかな。橋がかかれば、川を挟む土の行き来がとっても楽になるだのもん。橋って何個作れるの？飛び回り3つまでやったよね。向こう側に渡っていく橋は石ってことにしようかな。ね、なんかそういうので統一した方が良きな気がする。じゃあ石で。石の橋だね。じゃあこの橋の設置工事を進めても大丈夫かな。お願いします。はいはい。じゃあ橋を作りたい場所をアイナさん自身で選んできてほしいんだらも。場所を確保するための橋予定地キットをポケットに入れておいたから、好きなところにセットしてきてね。橋が架けられそうな川岸で使えば、どんな感じに橋が作られるか、イメージが膨らむと思うだらも。了解です。ちょっと今ここにせっかくおるけんいろいろ見とこう。はい、これで、得点マイル7回以上、7回以上連続ボーナス300マイル。まただいぶ溜まってきたけんね、マイル。今日のタヌキショッピングは？多分これいろんな種類あるんやろうね。ウォータービュー、本。図鑑やん。これもいろんな種類ありそう。いいかな。ケケ大名。かわいい。かわいいけど。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキマイル交換。じゃあ、ちょっと私は、サイロを。これまたアンチョビの家の近くに置きたい。交換します。何で作れるかな、これ。石とか鉄鉱石みたいなのは必要？
いや、他は大丈夫です。ご利用ありがとうございました。ってことで、新しい DIY レシピ。あ、そっか、覚えてなかったわ、まだ。まだ覚えてなかったわ。はい。サイロのレシピを覚えた。で、DIY レシピ。サイロ。鉄鉱石、硬い木材、粘土、石。あ、できそうじゃない？ってことで作りますか。その前にちょっと、どの辺からかければいいかな？この辺りか？博物館があっちゃあるけんね。斜めにかけれるんだろうか。この辺りには橋をかけられそうな川。目の前に川あるじゃねえか、わかんねえのか、おい。わかんねえのか、おい。あ、斜め立てれるね。石の橋の場所ここにしようかな。想像してみる。え、全然良きやと思うんやけど、どうだ？オッケー。イエーイ。橋をかける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。よし、オッケー、オッケー。さ、これでここにも橋がかかる。これで一応、あれか？全部の場所に、真ん中の土地から行けるようになったか。じゃ、ツンダラさんに挨拶しよう。もうすでにあったけど。おー、なに？なんかセレブな感じやね。ツンダラさんの家の外観めっちゃ好きやったし。あら、アイナさん、わざわざ来てくれたの？ん？そうなの。早速アイナ島に引っ越してきちゃったわ。お引っ越しの二ほどきは一人でできるから大丈夫よ。顔出してくれてありがとね、なのだわ。いいね、ほっこりやね。でも動物たちが服は着てるのに下を履いてないのがものすごく気になってしまう。今更ながら。スカートとかもなんか履いてほしいよね。思わん？橋と橋の距離別に。まあ大丈夫よね。大丈夫よね。うんうん、全然、よきよき。DIY で何か作ろっかな。ってことで、サイロを作りまーす。サイロができた。よし。これを、ちょっとなんか川の方に出っ張っとる土地の部分に置きたいなと。この辺とか？サイロ。うん、オッケー、オッケー。よきよき。この辺一体アンチョビの土地ってことで。なんかめっちゃ筋トレしようんやけど。超筋トレしよったんやけど。さあ今日なんか売りよるかな。特に何もないね。特に何もない。なんかこれちょっと、可愛い色が。そちらの商品は漫画家セット。へぇ。お値段は1200ベリとなっておりますが、いかがでしょうか？買います。毎度ありがとうございます。1200ベリ、間違いなく頂戴しました。ってことで、これで OK、今日は。よしよし。いい買い物をしたぜ。なんかね、それぞれの、なんか島とかで売り寄るものの色とかも、結構違うみたいやね。コメントとか見よったら。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、なんかどんどん島が充実していくのが楽しい。なんか全部家が揃ったら今度は家の位置とか微妙にずらしていきたいね。まあ、その辺、どれぐらいかかるんやっけ？忘れたけど。